はい、じゃあ説明してください。はい、僕らの班は、まあ、CSC っていうのはカラーセンサーカーの略のそれなんですけど、色をカラーセンサーで読み取ってそれに応じた動きをする車を作りました。まあ、書いてますけど、黄色が 前身で赤が後進 で緑色が回転に対応してます。一応動いてる途中に他の光を入れるとそっちを優先して切り替わるっていうことにもなってます。じゃあ実演します。まず黄色から行かせていただきます。次、更新いきます。最後に回転いきます。まあ、一定時間したら止まるようになってます。これで、終わりです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なんか質問は、はい、例えば今あの明かり消すと同じように動く？あ、はい、一遍やってみようか。多いってつけたんですけど、これでだいぶ、ま、真ん中、まあ、落ちると危ないので何か工夫したんですか？そこを黒と囲って、まあ、まあ、アドバイスを受けて、この黒い囲いつけたら、ほとんどカットできた、光をカットできて、でこう上から直接こうやって注ぎ込んだ光をだいぶ差別化して取りやすくなりました。はい、わかりました。ありがとうございます。